どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございますけど、はい、気合入ってますか？はい、さすがにバレるんじゃないですか、YouTube を見てる方には。寝起き感満載の顔ですから。え？いや、じゃないんだよもう。え？いや無理だよもう、ごまかせるかそんなんで。おん、何？誰？いやもうそんなん言って笑わないですよ誰も。穏便に行きたいんだよこっちだって。もう M1 のね、まあこれが配信されて次の日か、 M1 の準々決勝がありますから。まあ前回が、M1 の発表直後に撮ってね、3日じゃもんな、準決。そうそうそうですね。言ってみればこの合間の期間ですから、うん、こっから佳境に入っていくわけですからね、うん、どうせ M1 終わったとか、まあ、どういう結果であれこう気持ちもわーっとは高ぶってますから、うん、いろいろまあその裏話的なこともあるでしょうしね、うん、せめてこの1週間、今週というか今日ぐらい穏便に過ごしたいけど、なんかもう顔もどうしたんですか、そのなんかね、目も真っ赤になってますけど、うん、なんかやったっぽいんだよな。何をですか？なんかその流行り目なんだっけあれ、メバチコみたいなのをが今流行ってるんですって、保育園で。なるほどなるほど、うんうん、じゃ子供からの流れで。そうそう、ちょっとなんとかね気合い入れて頑張ってもらわないと。もういや無理じゃない、そんなの。M1 はここから晴れてくけん、もうね、当日多分パンパンじゃない、片目。いや腹立つわもうそんなやつ、うん、いやなんとかまあまあできる限りね、めちゃくちゃ映らんようにしたよ俺はね。はい、努力はしたよ。いや、いいよ、その、別に、映らんよ。いや、そんなんで褒めるか、別に。いや、まあまあ、しょうがない部分はありますけど、最大限こっからね、ちょっとケアしてもらうしかないですから。本当にね、気つけましょうよ。なんか、なんなんで、なんか怒りでごまかして、今日の遅刻をなしにしようとするスタンス。無理だからな、そんなの。バレた。無理だよ。そんなの無理だよ。なんか、俺は頑張った的なので、やってごまかせると思うなよ。バレたんじゃん。バレるよ、もうそのバレるに決まってんだろうな。もうこんな顔をこんなね、みんなに晒すような顔じゃないんだから、お願いしますよ、本当に。バレた、バレたんじゃ。いや、何回言ったって無理で、そんなの。腹立つわ。もっとね、お前なんて人間はもっと、こんちょわす。こんちょわすか。なんでお前酔っ払ってんのか、ほんなんでこんちますかって。いやいや、もっとこう両手でこうやってるから全然違うし、動き的にもね。いや頑張って、うん、散々やってできないやったら可愛いけど、なんかね、うん、もう多分まあまあ若手の頃はね、新人の頃はあこいつ可愛いやつだなみたいなけど、もう限界なんじゃない、そろそろ。なんかそういうのの、ね、うん、ずっとやってきたのにね。何をですか。うまくごまかしてきたのに。もうなんかやっぱごまかせ、もう無理だよな。いやもう無理ですよ。だからやればもうちょっとなんか嘘でも、まあやんねえかどうせ。うん、だってバレるもん。いやどうせ、いやまあそうじゃ、だったら本気でやれ、だとしたら。嘘じゃない、本気でやれよ。本気がないか、まあね、本気のない人っておるで。いやまあそれわかるけど、そんなやつはまあ残れる世界じゃないんだよ、だから、うん、じゃねえんだよ。で残れる世界じゃないよ。誇らしげに言うな、それを。お願いしますよ、ほんと。まあまあね、うん、M1 応援してくれてる人もいますから。いや、本当に頑張れんやつっておるで。いや、だから分かるけど、そんなのはね、うん、僕だって別にそうです。今までの人生そうでしたからね。いや、そんなことはない。お前はすごい。いやいや、これは、お前はちゃんとできるときはできるやつ。いや、成長しねえよ、そんなこと言われてたら。いや、別にお笑いに限らずですよ。何にしたって別に、できないことなんて、もうそんな妥協しまくってきてますからね。それは気持ちは全然分かりますけど、うん、まあまあやる、お笑いをやると決めたらね、もうやるしかないわけですから、それはね。やると決めたってできんやつおるけど。なんなんで、お前はもうちょっとぐらい頑張ります宣言してくれよ、じゃあ、もうせめて。俺は頑張っとる。誰が？俺の中で。あまあ、ただ、それが世間一般に、足りてないっていうのも俺自覚した、さすがに34じゃけど。いやだから別にもうね、こっから例えばですよ、うん、ネタをバンバン書けとか、うん、こういうのをやれとは思わないですけど、うん、なんか最低限のね、遅刻したりであるとか ね、まあ、ね、それはなんとかできるわけじゃないですか、うん、もう来るか来ないかのドキドキでみんなモヤモヤして過ごすの嫌ですから。そうですね、あいつ来んのかなみたいなの嫌でしょ、うんうん、頼みますよ、今日も挨拶ツッコミありますから、それをバシッと決めて。そう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 じゃないんだよ。せめてそこで、分かる、こっちから見えるとお前の、なんていうの、右半分しか見えないから。そうそう、こっちがね、やばい。こっちだけ見て。
いや、無理だよ、そんな。こっち、言っとけ、こっちはもう見ても、ここにあのヘルペスみたいなできてるからな、言っとけど。なんなんだよ。なんでちゃんと毎回 M1 の時期にあの顔面をダメな方に仕上げてくるんだよ。機械だ、みたいなとね。機械だ、みたいになってねえよ、全然。その、機械だは半分で左右ね、違って人間と機械みたいなことでしょ、うんうん、左右両方違う種類のダメさなんだ。あいつの場合別に両方いいしね、言ってみりゃね。うん、スケルトンだけど。別にスケルトンだからいいとかじゃないですけど。うん、スケルトン流行ったもんな。そういう問題じゃねえよ、別に。昔な。いやいや、だからできる限りやってくださいよ、せめてね。うん、その、ここら辺みんな応援してくれてる人もいるわけですから。本当にそう。M1 とかでね、ウエストランド行ってほしいなっていう人に対して、うんいやそれはものすごいある俺は最大限努力したという、うん、なんかね、その俺の中でな、うん、ただそれがこう世間の中ではこと足りてないという話です。まあまあ努力はだからできるのは、うん、あの限界あるっていうのは誰だってそうですから、うん、だからまあその遅刻とかね、あと体調管理とか、うん、そうそう、もう言っときますけど、もうほぼ酒の樽ぐらいの匂いしてますから、今ここの僕が隣でね。それは嫌ですから、そこは気をつけてくださいよ ね、うん、ね、なんでまあ挨拶っこみをバシッと決めて、せめてこう汚名返上というかね、うん、成長してる姿というのを今日見せればね、うん、またいいでしょうから。まあ分かんないです、来週は M1 の結果もう出てますから、来週とか次回のぶち出しではね、おそらくね、だからその時にはどういう感じになってるか、まあ今年はさすがにいい報告をしたいですからね。それもしたくねえのかよ。なんでいい報告もしたくないんだよ。いやいや、そのいけるかなと思って。いやいや、いけますよ。よく考えたら、まあ、いけるなと思っても。あ、そう。うん。決勝？うん、決勝。まあ、少なくとも準決までは残れるでしょう。さすがに。うんうんうん。いや、よく考えたら、芸歴15年以下で、うん、まあ、準決勝に東京組がまあ20組弱ぐらい、まあ20組残るとしましょうよ。わかんないですよ。今年知らないですけど。20組残るとして、芸歴15年以下の漫才師でウエストランドが20位に入ってないわけないなと思って。さすがに。まあ、お前は全然入ってないよ。765位ぐらいでしょうから。そんな上なんなんだよ、その価値観。そんな上。いや、まあわかんないですけど、漫才としてね、ちょっと自信持っていけばまあ大丈夫でしょう。今までやってきたものをやるしかないですからね。急にこの1日2日で成長するってことはないでしょうから。まあまあそれはないですけどね。まあただダメにどんどんなってってますけどね、この見事に仕上げてきてはいますからね。ちょっとまあ、ね、なんとかね、その最大限治療できる限りはして、うん、気合だけ入れてきてくださいよ。そのね、このなんか寝起き満載でやるても M1 違うの、これ寝起きじゃないんだよな、これは。えいやいや、何ですか。いや、そのたいや、わかるよ。転眼したよ。いや、わかんないです。別にこの顔が寝起きかどうかはいいけど、声がまず出てないんだよ、全然。あ、そうですね。し、お前はさっき来たんだからみんな寝起きだとは思ってるんだよ、さすがに。そんな嘘でいけるか。その、お前顔はまあ、そうね、腫れてるんでしょうけど。ちょっとまあ、できる限り、あと2日、後に、まあ、これ配信から言えば次の日ありますんでね。はい、皆さん、そうですね。応援ちょっとよろしくお願いします。はいはい、気合入ってますもんね。はい。むちゃくちゃ緊張してますよ、もう今から。うん、それはすげえ伝わるよ。ヘルプスができてきてんだから、もう。うん、緊張。わかるだろ。いや、だから、顔に出る、顔に出るけどな。そんなやつ一番ダメだよ。顔に出るの意味も違うし。顔に出るタイプ。普通その、顔に出たら、顔硬直してるなとかなんかね、うん、顔色ちょっと違うんじゃないとかわかるよ。なんでその、出来物としてできるんだよ。で、2個できたよ。本当は、本当はここにもあったよ。こっちか。違う違う、その、どういう感情なんだよ、その、お前の、なんか緊張でやっぱその、できてくるわけ。うんうん、もう、ザ・漫才の時期からもう、毎年マジでできるもんな。できる。すごいよな。だすぐできる。僕ももうやっぱそれぐらいになるし、しんどくちょっとなるんだよ、もう前日とか当日、うん、終わった瞬間ほんと治るしね。口内炎だろ。まあ口内炎というか、ほんと喉とかも痛くなる気がするんだよね、うん、やっぱその、うん、痛くなっちゃダメだ痛くなっちゃダメだと思うとね、うん、まあそれ分からなくはないけど、こんなに顔に出るなんてな。その例えばお腹痛くなるとか喉痛くなるなら頑張れるじゃないですか、うん、本番4分頑張りゃいい。まあね、ただ顔に出たらもうバレますからね。そう、見えるけんな。まあまあメイクなりなんなりでね、多少ごまかせる範囲はごまかして、頑張りますんで、まあ応援来てくれる方もいるでしょうし、うん、そうですね、来られない方はね、ちょっと塗っていきますな。いい報告できるように頑張りますんで、応援なんか、ね、まあそれはファンデーション的な動乱的なのしてください。別に何かってファンデーションかな。いいよもう、何なんだよその。じゃあなん、せめて何かを言うボケにしてくれ。その歯磨き粉。いいよもう遅えよ、そんな。なんか声も全然出てねえし、全然面白いな。ということでね、今のところ絶不調ですけど、なんとか2日で仕上げていきますんで、ね、はい、皆さん応援よろしくお願いします。すいません。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。モロ中学生、
いかにも中学生がやりそうなエピソードや中学生あるあるなどを送ってもらってます。やっぱ中学生独自のねことありますからね、うん、結構ね。うちらじネーム、マハシ公園。うん。僕が中学生の時好きな子ランキングベスト3を発表し合うのが流行った時期がありました、うん、おーまあやりそうだな。誰と誰が被ったそこ行くかなどと終始大盛り上がり、うん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 、ランキングはこまめに更新され発表直後でも、うん、ちょっと待って2位の橋本やっぱり中野にするわ OK 中学生ならではのデリカシーなさ全開、うん、当然まともに女子と話せるやつはこの中に一人としていませんでした。ああまあまあね、でもまあ意外と混ぜてるというか、もっと一人の人だけを好きになりがちというか、なんか独自の子を好きにするの発表するのも恥ずかしいみたいなとこもあるじゃないですか。で結構まあ混ぜてるといえば混ぜてるかもしれないし、もっと子供といえば子供なのかもしれないしね。そうですね、うん、こんなにいなかったですよね3人も。そうそう、意外と一人、そうそう、これって大人の感覚にちょっと近いような気がしますね。逆に今でもやるし、そういうのなんか今でもやりますね、今こそやるし、うん、だからそうどっちかというと大人な感じあるけど、まあこういう3人もいなかったっすよね。3人も多分いなかったんじゃない、みんな1人とかじゃない、中学校の時好きなのなんて。いや今思うとあの子もあの子も可愛かったとか、あの子もいい子だったとか思うけど、うん、そんな感情ってなかったような気するよ なんか今思えば、今だったら3人4人おるよ全然ね、うん、でも当時だからこれ、まあ、逆に中1とかなのかな、なんか中1ぐらいの感覚、小学生ぐらいの好きさなのかな。中2中3の時ってもうちょっとなんかね、一人だけを好きになって、むしろ大人に近い、うん、今に近い。意外と小松が良かったとかあるもんな。いや、いいよ、名前を出すなよ、もう。いろいろ、皆さんもうね、いろんなこと、家庭を築かれてるんだから、あんまやめとけ、こんななんか、顔面ぐちゃぐちゃなやつに巻き込まれたくないよ、向こうも。まあ、これはだから、まあ、中1とかなのかなってちょっと思って、逆に。うん。なんか、子供なのかなっていう気がするな。あともうなんかその、橋本と中野とかにするなよな、この名前とか。まあだから、仮名をしてるんでしょ。これはまあ難しい。ちょうどね、レクテルの名前にこうしてんのか、なったのか知らないけど。これ難しいところですよね。ブジラジネーム4人兄弟の国際人間。うん、中学生の頃、幼稚園の頃からずっと好きだった幼馴染と、両思いになり1年以上付き合っていましたが、うんうん、結局思い出と言えるのはシャーペンを交換してバレンタインチョコをあげたぐらいです。あでもいいなあ、そんなのあんだな、そんなこと本当にあるの、なんかすごい、幼稚園の頃からずっと好きだった幼馴染と両思いになりって、そういうのある、なんかよく言うじゃないですか、そのずっと片思いしてたみたいなね、何年も、うんうん、そんなのもあんのとも思うし、なんか5年ぐらい好きだったとかあるじゃないですか昔ね、あるあるある、それで付き合うとかあんだな。でもまあこんなシャーペンを交換してとかでしょ、中学生のね、幼稚園から一緒だったやつなんかもうなんとも思わんよな。まあどうかな、それは別にそうとも限らないじゃないですか、ほんま、うん、だって絶対裸見とんね、もいやそんな感覚ないよ別にその時に、違う違う、すでにもう裸見とん、いやそんな感覚ない、もっと言うとその中学の時もこう中1ぐらいですよ、シャーペン交換するぐらいの交際の感じの人がこいつの裸見てとかの感じで付き合ってるわけじゃないですから、しそん裸見てえだろお前中1で、でもいやまあそうだとしてもその別に幼稚園の時見たからいいやとはなんないだろそんなの。あそうか、いやもう邪魔ばっかしてくるんだそのまあでもこれはまあ中学校ならではの恋愛はやっぱシャーペン交換したりとかね、チョコをあげるとかでもちょっとドキドキだったわけですからね、うん、今となってはもうバレンタインなんて何のイベントでもなくなっちゃってますからね、これ一回ちょっと前も言ったことありますけど、あーね、だってもう友チョコとかだから中学の時なんて一番バレンタインがテンション上がる出来事というかイベントですよ、そんなのね、ドキドキしたよ、今も友チョコあってしまい自分チョコあるんでしょ、うん、ただの買い物じゃないかそんなの。これはだからまあいい甘酸っぱい思い出、中1とかの思い出なんでしょうね、いいですね、いいな、うん、羨ましい、これはね、もうキレ悪いな、めくるのもブチラジネーム、トリラ族、おお久しぶりです、うん、井口さん、小本さん、こんばんは、はい、こんばんは、意中の女子のリコーダーを舐めている現場を抑えられた友人は、やめとけ、もう何なんだよ
中1の時点でペロというニックネームになり可愛い方だよ、だったらその後3年間を過ごしました。だからあのトリラ族さん僕ら知ってるじゃないですか、はい、イベント来たことあるから、はいはい、あのおじさんなんですよ。まあまあ、だから多分こんなのもうない昭和の思い出だろこれだから言ってやろうか一言で昭和の中学生だよこんなん現代に行ったらもう大問題だからこういうのもう今じゃない。 舐めたことあるでしょ。舐めたことないよ別に。僕それ多分そのそういう発想なかったよ。そっか、あの子供だったんだと思う。多分そういうのじゃないもんな。そういうのじゃないってなんだよもう。いやもうリコーダーとかじゃないもんな。いやいやそんな次元がもっと高いようにするの。いやこの多分そんな思春期を迎えてなかった僕は。あそう、うん、僕はめちゃくちゃ舐めたりしようったね。今すぐ捕まれよお前はもうリコーダーとか全員の謝れクラスに。舐めたりしようったスプーンとかあの給食。いやもうそれを言った以上お前絶対今後名前を出すなよ誰の名前もじゃないとお前訴えられるぞ本当に赤堀のもうやめとけマジで。いいよ次次もう次もうこんぐらいですか。はい、もうあんなんで本当に遅刻を取り返そうとしてドツボにはまる典型的なパターンですよこれよくないね。よくない、しっかりしてくださいね、はいはい。でもまあいろんなやっぱ中学生これね今日思ったけど、うん、あの4人兄弟の国際人間も会ったことあるから知ってますけど、あの子は女の子で今高校生とかでしょ、うん、でトリラー族はおじさんじゃないですか、まあ、こんな言っていいのか分かんないですけどやっぱその世代によって中学校のあれも結構違うのかもしれないですね。でもだって性欲は変わらないですからね、経てきたもの。いやだからまあそういうことを言ってやんね、そのいろんな。俺はそう、俺は給食とかのスプーンとかも舐めとったマジで赤堀。まあだから僕らまだ昭和、赤堀がカレー食ったやつ舐めだからやめとけもう。今はダメ、うん、ダメじゃないですか絶対ね、うん、まあね今はね、はい、昭和でなんですか。お前はもううんこしっこだもんな。もういいよあの遅刻するぐらいでもう来るな二度と以上もの中学生のコーナーでした。続いてはそんなことあります、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます。はい、行きましょうか。ブチラジネームフリフリスカートウエストランドのお二人こんばんは。はい、大学の友達で来年から大手進学塾に就職する子から改札前で抱き合ってるカップルの愚痴を聞いたので、愚痴ラジ改札イチャイチャを見せました。すると今まで見たことがないほどの爆笑をした挙句過呼吸になってしまいましたそんなことあります。うわ嬉しい。ちなみにそれをきっかけに毎日愚痴ラジを聞くようになったそうです。すげえ。いやだから意外とあれってもうなんていうんだ、愚痴たちの800以上900ぐらいの時に言ってますけど、うん、盲点というかあれを正面切って言ったやつ意外といないんですよ。意外と言ってなかったんですね、うん、よく考えたらあいつら一番うざいっていうね、その、うんうん、解説でイチャイチャしてるやつなんかノリでそれをこう認めてきたけど今考えたら一番うざいっていうね。だからこれからもこういうど正面の言っていこう。そうだな、うん、愚痴たちネームソルジャー坂46なんでこいつだ先日携帯の壁紙を変えようと思って携帯の写真を見ていたらなぜかウエストランドの宣材写真が入っていたのでそれを壁紙にしました。するとその1週間後原因不明の故障になり、その後家にあった鏡が割れてしまいましたそんなことあります。鏡なんて割れるか。そんなことはねある壁紙って本当なんかしかもパソコン、しかも携帯ってスマホですからね、うん、なんかおじさんじゃない。スマホだしおじさん、おじさんだろ多分。絶対おじさんじゃん。いやいやそんな言ってやんな、その送ってきてくれた人に対してワープロ使うたやつだろで、あのおじさんとバレたくないからソルジャー坂46したの。あーダセーそあの送ってきてくれた人そんな詰めちゃダメだよ絶対ぶち出しネーム敏感ペットボトル河本さん監督こんにちは。なんで監督なんだよ初めて投稿させていただきます。先日知り合いにカキフライの美味しい名店を見つけたので行こうと誘われ、カキフライの名店なかなか聞かないしさぞかし美味しいんだろうと思い期待しながらついていくと弥生軒でした。そんなことあります。マジなのかな。そのパターンあるでしょ、チェーン店なのにチェーン店と知らずっていうパターンね。めっちゃ美味しい。これでも、ね、あの弥生軒とかってわかるけど、まあこれリアルにあるじゃないですか。なんかねちょっと地方とか行ってここ美味しいって入ったけど意外と実は東京にもあったみたいな。まあまあまあね、うん、マジなのかボケなのか分かんないですけどね。弥生軒ぐらいだったらあるかもな。あるでしょ。その都内にいや分かるけど、ちょっと地方で弥生軒が1個しかない地域だったら あるかも、ね、うん、俺はあるかもしれないですからね。まあそこは言ってあげないのが優しさかもしれないですね。弥生軒はうまいよ。美味しいですからね本当にね。ぶちラジネームポンズビデオ、どんな名前だよ、井口さん河本さんスタッフの皆さんこんばんは。先日深夜1時頃金縛りに会いました。
布団の中で動けないでいると玄関でチャイムが鳴りました。しかし私の住む部屋のチャイムは壊れて鳴らないのです。そんなことあります？急に怖い話テイストだった。なんだろう、むちゃくちゃ怖いよむちゃくちゃ怖いだろうな、本当に、むちゃくちゃ怖い。しかも深夜1時でしょ、むちゃくちゃ怖いよ。金縛りになってチャイムが鳴ったんで、ただ自分の部屋のチャイムは鳴らないんで、これ紙お前にやるわ。いらん、いらんよ、持って帰れそれ。気持ち悪こういうの一番嫌いですもんね、うん、一番嫌いそのふざけても俺許さんあの怖い話するやつ、いや普通にテンション下がるんだよね、ほんまに。俺嫁に何回かブチ切れたことあるよ。なんでだよ、怖い話してきたけ。もうお前何歳なんだよ本当にこの間聞いて、ちょっと高校でこの人高校で話し場になってチャイムだったのに、その人のチャイム鳴らないんだってみたいな奥さんが言ってきたら、あーみたいなことになるってこと、うん、なんでだよお前、時間考えやって昼間だったら大丈夫ってこと、うん、昼間それがじゃあ深夜1時付近で今から寝ようとしてる時だったら、うん、もうプチ切れる。いや、なんでだよ情けなさすぎるわでも急にテイスト違うの来ましたからね。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては河本太の挨拶ツッコミ、皆さんから送ってもらった河本いじる挨拶文に的確に突っ込んでいく能力開発系コーナーです。今日もたくさんあるんで一気にいくんで、ちょっとたくさんあるんですか。たくさん来てますよやっぱりこれコーナー。前回もねいろいろ反省点あって後半ちょっと良くなってきましたから、はい、ちょっと今回もいきますよ。ぶち出しネーム竜王竜王ですからね、はい、ぶち出しネーム見てくんねその漢字。いや、竜王漢字です。竜王は漢字。竜王の部分だけね。竜王は漢字の。漢字。竜王は漢字なんで。なんでそれを知りたいんだよ。いきますよ。うちらじネーム竜王。はい。河本さん、太さん、こんばんは。いや、井口はい。おー、まあ理想のツッコミは両方俺だろうっていうのありますけど。まあまあ、いいんじゃないですか。あ、なんかね。井口はいって。あ、そうか、出てるか。もう。これダメだな。それは一番ダメですよ、Y は。だってワイなんて言わないでしょその、うん、言わ生まれ育った言葉じゃないでしょそんなのワイなんて、うん、どこの言葉でもないでしょ。もう必ず誰かからインスパイアされたやつですから、ね、絶対そう。いきますよ、はい、内田ジネーム日中の視点のなぎと、はい、井口さん河本さんおやすみなさい。いやこれはゼロ点出たな。貯めて貯めてのいやーじゃないんだよ初の0点出たの。初の0点出ましたよ。マイナスはありましたけどね、今までも。別に。0点は初めてですね。参加しなかった。マイナスはだいぶありましたよ。さっきの Y とかもマイナスですから。0点が初なだけです。思考停止した。一応理想のツッコミは、寝るな死ぬぞでしたね。理想のツッコミも当たってんのか知らないけど、まあまあ。山じゃん。うん、まあこれに対してはね。でも今のは一言言えなかったです。そうだね。瞬発力が大事ですからね。うん、ぶち出しネーム、テント戦。井口バティオスさん。河本空間リバティさん、こんばんは。いや、劇場の名前だろ、それ。おー、一応、その、後ろにライブハウスみたいなのつけるな。ね、あまあ、井口バティオスがあるわけじゃないですからね。うん、そうか、そうか。河本空間リバティです。新宿バティオス、下北空間リバティですから。そう変えてるというところを言わないと多分、ダメですね。いきますよ。ブチラジネーム、みかん汁。いきますよ。ブチラジネーム、みかん汁ね。はい、井口さん、河本さん、んちゃ。あられちゃんだろそれ。おお、挨拶、あられちゃんの挨拶だろそれ。おお、一応まあ理想のところで答えって書いてますけど、答えはあられちゃんか地球割ったろか。ああ、それも言いたかったな。言いたかったか。悟空がたまに悟空とたまにあったろかって。ああ、まあまあろかはあんま良くないけど、そうね、なんかちょっと面白ツッコミとしてあるかもしれないですね。たまに悟空になんか入れて欲しかったな俺にね。自分に対するそのクレームをなんか客観的に言ってんだよ。いきますよ。はい。ぶち出しネーム、まさかず大帝国。言ったけど、ここも突っ込んでいいんだから、別にその、さっきから、ふんふんみたいな噛み締めたくないで。いや、ずっと、おもろいもん。ずっと気持ち悪いけど、その、あの、いえ、ここも突っ込んでいい場合ですから、別にね。その、挨拶のとこだけじゃないですから。いや、津山か。違うわ、別に。突っ込み間違えてる、すでに。いきますよ。井口さん。縄跳び大好き少年、こんばんは。いや、ニャンコスターか。いや、ニャンコスターか。まあ、スーパーサンスケじゃあ、まあ、まあ、ちょっと神気味でありましたけど、この勢いでいきますよ。はい。ぶち出しネーム、天狗の面は左曲がり。お井口さん、
今年7つの球団からドラフト1位で呼ばれた人、こんばんは。いや、清宮か、俺。おー、いいですね、いきますよ。ブチラジネーム、みかん汁。井口さん、ポチさん、こんばんは。タマンか。一応その答えは、ワンワン、誰が犬じゃけって書いてあるけど。犬じゃけあの、岡山弁としても間違えてるし。なんでこれ、いきますよ。ブチラジネーム、雑音太郎。ほきゃ、ほきゃ、ほきゃ、ほきゃーこれ、あれじゃな。あれか。もう一回いきます。じゃあもう一回いきますよ。ブチラジネーム、雑音太郎。ほきゃほきゃほきゃあれ、あれだろ、これ。出てねえじゃねえかよ。何かわかってるんですもんね。うん、まあ、あれだろ、あの、山田太郎だろ、これ。いえ、その、やしゃざる。正解は、やさざるからのメール来たのが正解ですよね。なんだと思ったんですか。山田太郎だと思った。なんで山田太郎、マンガ太郎のやつ。マンガ太郎の山田太郎、うん、なんであれ山田太郎、うん、いや山田太郎そう、ホキャーみたいな言うんですか。うん、いや、せっかくこのバキ系来たのに全然。いや、ほんまだな、やさざるじゃん、それヤシャザルからメール来たのが正解ですからね。ああ、それいいな。いきますよ。スペシャルリザーバーね。いや、もう詳しいのは知らないけど別に。スペシャルリザーバーヤシャザルで、だから半間裕次郎が送り込んできた。いやいや、もう後から水を得た魚なのにしゃべり出すもう間違えてんだから。いきますよ。ブチラジネーム、豆腐小僧。はい。井口さん、歩くチンコさん、こんばんは。あれがチンコだよ、お前。いや、別にいいんですけど、うん、一回でこの理想のツッコミは、男はみんな歩くチンコじゃが。おもろいわ。まあ確かにそうなんだよ、今考えたらね。普通誰がチンコだってツッコミがちですけど、よく考えたら男はみんな歩くチンコじゃが、意外とこれは、これいい、いい理想のツッコミなんですよ。これはまあむずい、レベル相当高いですよ。高いね。チンコって言われた段階でもうバカにされてると思って怒りがちですけど、よく考えたらみんな歩くチンコですよ。まあ歩くチンコなわけではないけどな、別に。いや、歩くチンコですよ。いや、別にそういうわけではないですけど。ちょっと今日もね、昨日だってやったしよ。知らねえよ。すごい、すごい触ったし。いや、歩くチンコ、いいよもう。マイナスも華々しいわ。このコーナーも何週か続けてますけど、今のところ別に成長はしてないですね。横ばい、横ばい、横ばいで。毎回忘れて、1通目とか2通目は変な、そうそう方言、テレビツッコミ、テレビツッコミやっちゃいますから。テレビで見たやつになっちゃう、ね。気をつけてくださいね。はい。以上、河本太一の挨拶ツッコミでした。さあ、エンディングです。ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべて、のコーナーの投稿は、この動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、T シャツを希望する方は、住所、氏名忘れずに書いてください。YouTube でご覧の方は、高評価ボタンを押していただけると助かります。ぜひ。そうですね。そして告知なんですけど、うん、11月6日ですね、はい、タイタンライブレア、はい、事務所ライブがありまして、ゲストが決定しまして、モグライダーさんとペンギンズさんがゲストに来られますんで、チケットまだ残ってるようなのでぜひね。モグライダーさん初めてじゃないですか。モグライダーさんもペンギンズさんもレア初めてですね。ね、なのでぜひ皆さん来てください。ペンギンズさんはもう初めてか。初めてですね、両方初めてのゲストなんで、ぜひ大会のライブで来てください。我々も当然新ネタやりますんでね。はい。まあなんといっても M1 がありますから、そこで ね、大体のライブレアでもうおそらく結果出てると思うんで、いい報告できるようにね、準々決勝頑張ってやっていきたいと思いますから。なんちゅう顔してんすか。いや、もうちょっと深刻だよな。いいえ。マジで緊張してきたよ、もう。いや、あと2日ありますから、別にまあまあ、もうでもいつも通りやるしかないですからね。それどういう、なんで、まあ、こんなん言うのもあるか、なんでそのお前ごときが緊張するのかっていうか、その、正直そのほぼお前の力関係ない。関係ないか。うん、そうそうそう。分かっとんね、そんなの。でもまあ一応ミス、あ、もっと言うと、3回戦も最後の落ちのセリフものすごく噛んでますからね、お前は。うん、逆のこと。噛んだレベルじゃないか。噛んだレベルじゃない。逆のこと言って、その、あの、音楽とお笑いのネタでね、うんうん、その、音楽はっていうところ、お笑いはって言っちゃってますから、まあ確かに噛む恐れはありますから、噛むというか言い間違いとかね、それをしないように思うと緊張するってことか。うん、なんで今から緊張して、どう過ごすんだよ、これから、もう。可愛いだろ。いやいや、全然可愛くないですよ。そんなの。自分で言われても、ムカつくだけだし。なんでね、まあまあ応援してくださってる方たくさんいると思いますし、うん、去年は皆さんにちょっと迷惑かけちゃったんでね。そうですね。今年はストレートにいけるように、
全然。今年もあるんですかね、なんかあの動画再生のやつ、ね、まあまあ R っぽいですけどね、おそらくね。まあでもそこに頼らずね、もうそこにね、ならないように、はい、ストレートでいけるように我々頑張りますんで、まあもう今年こそはという気持ちでね、毎年言っておりますが頑張りますんで、応援よろしくお願いします。タイタンライブレアの方はね、タイタンの若手みんな新ネタやりますし、はい、6日そうですね、モグライダーさん、ペンギンさんもね、M1 も残ってますから結果どうなってるか分かんないですけど、うん、そっかそっか、その辺もね、みんなでいけてたらね、また盛り上がりますから、うん、ぜひ来てください、よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さよなら、ありがとうございました。毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジ、チャンネル登録お願いします。